馬室さん、はい、ようこそ愛の戦士ハウスへ。また来たよ。はい、というわけで今日やりたい企画がありまして。何ですの？いや、僕馬室さんと親戚じゃないですか。そうね、なんか知らないけど、まあ、親戚ということは、うん、これもしかして今日立証したい説がありまして。なるほど。親戚だったらタイプの女の子一致する説ということで、ああ遊戯王カードとか遊戯王キャラ編でやらせていただきたいんですけ ど、まあ、2択とか3択を出して、はいはいはい、せーので「はい」って選んでもらって、そのタイプの女の子一致するんじゃないかという検証ですね。なるほど、これは興味深い、うん、興味深いでしょ。まあ、血がつながってるからな。ね、そう、まあ、割とね、近いところ選ぶんじゃないかと。そうだな。じゃ、まずはメジャーどころからいきましょう。なるほど。やっぱね、遊戯王といえばね、この子メインヒロインと言っても過言ではない、ブラックワイちゃん、ガールちゃんと、なるほどね、まあ、それに引けを取らない、はい、マザキアンズちゃん人間できたかそうか、まあ、ここら辺ね。あ、この後カードなんで、まずジャンプとして、ね、映画版の方、なるほど、この可愛いとされてる映画版の方ですね。なるほどだ、はいはいはい、決まりましたか？まあ、最初この辺から。なるほど、いきましょうか。いきなりちょっとレベル高いよね。そう、これレベル高いバトルこれも結構悩むところなんですけど、はいはいはい、まあ、いいですか？分かった。じゃあせーので指さすんですよ。はい、かしこまりました。はい、せーの、はい、あ、まあまあ、ここはね、さすがに血がつながってる。まあ、あんた可愛いんだけどな。わかる。やっぱな、ここはジャスティスだよな。そう、始まって、俺らはここから始まったからな。そう、俺らの遊戯王はみんなここで精通してるから。そう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 。じゃあここで、まあ、こいつはやっぱりね、まあ、ラクシャンカールは強すぎるということで、でここで、はい、アンズ対、お、そういう感じか、天井やすか。あ、こうなったらどうなるかというところで、なるほど、分かった。 GX 不動の人気 VS 初代デュエルモンスターズ、オッケー、不動の人気の戦い。なるほど、いきますよ。オッケー、大丈夫ですか？決まりました？オッケー、はい、いきます、せーの、はい、はい、あ、ここさすが血がつながってる。アンズだよな。アンズだよ、アンズだよな。身近、うん、そうだね、身近なんだよ、お友達だから。そうだね、こっちもやっぱりね、ピクシブとかそういうところでエッチな絵はいっぱい見かけるんですけど、だけれどもそうなんです、やっぱ親近感が必要なんだよ。そうなっちゃうということで、じゃあまあキャラクターはこんなもんで、こっからカードです。なるほど、遊戯王カード面白いことするね。はい、いきますよ。はい、まあ、ここからですよ、問題難しいの、はい、はいはいはい、結構懐かしいカードを用意しました。なるほど。さん、はい、こちらです。ちょっと印刷はちょっとでかい小さいあるんですけど、はい、ピケルと、まあ、クランですね。白魔導士か、まあ、黒魔導士かの方ですね。なるほど。ちょっと基準としてはちょっと幼めなところがあるんですよね。何、ロリコンって言いたいの？ロリーの、ロリーって言いたいってことは自分に返ってくるからな、それそのまま俺のことロリって言いたいなら、いや、自分に帰ってくるよ。まあでもそれは親戚だから、そこはまあ一緒、うん、まあなるほどね、一緒かもしれないからね。じゃあどうですか、ロリマロさん、決まりましたか？決まった。決まりましたか？じゃあいきますよ、はい、せーの、はい、あー、おー、やっぱりそうだよな。やっぱりなんかこう、やっぱりどっちも、そう、可愛いんだけど、可愛いんだけど、うん、なんかこう順序無くなる、けなげな、そうなんだよな。こっちの方もちょっと、まあ、ませがき、そうだね、そう、ませがきだから、ませてる、可愛いけどな。うん、いや、わかるんだけどね。うん、メスがき、メスがきオーラあるんですけどね、クランの方もね。メスがきでいいね。いいんだけど、やっぱピュアなね。そう、好きかどうかで、また好きかメス好きの何か違いがあるから、うん、はいはい、じゃあ、どんどんいきましょう、馬室さん、はい、これもカードのプリントの大きさがめちゃくちゃ違うんですけど、はいはい、ハーピーガールとハーピーダンサー、これちょっと急になんか疎遠だ、遠くなったな、ハーピー、はい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 、まあ、ハッピーガールは昔からあるけど、ハッピーダンサーはちょっと、まあ、古いけど追加されたということで、はい、決まりましたか、これ。これ、むずいな。これなかなか難しいところ、どちらもね、結構可愛いし、それぞれの良さがあるというところですけど。そうだよね。ちょっと見ていいよ、見ていいよ。ちゃんとしっかり審査入れていただいて。なるほど、なんかこれね、見るところがね、うん、基準が違う気がするんですよ、うん、そうなんだよ、これ的に。同じハーピーでも見るところが違うハーピーの2枚、決まりましたか？ OK、決まった。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、はい、わやっぱり血を争うんだよ。いやー、なんすごいな。いややっぱりな、なんかかっこいいなんだよね。そうだね、好きというよりは、そうだね、少女感が、美しいと可愛いの、ね、俺的には。そう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 、そうだよね、そこだよね、可愛い方が、そう可愛いよな、可愛いんだよな、こいつ本当に。しかも可愛いの中に服装がエッチなんで、そう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 、そのエロがあるという感じで、やっぱ分かってますね、マオロさん、なんかすごいな、
じゃあこれもね、いきますよ次、はい、これ新しいテーマですね、ちょっと、はいはい、ちょっと新しいテーマ、お願いします。これも人気のテーマです。スキルとリーラーです。スキルツインキスキルリーラーちゃんでございます。なるほど、新しいマセガキパターンだ。これはね、すごい悩む悩みどころ、これかなりの悩みどころです。これ強いね、この辺から多分バラバラになってくる説はワンチャンありますね。さすがの俺らといえど、うん、ずれる可能性が、ずれる可能性あるね。あ、まあどっちも可愛いんだけどな、これな、うん、どうですか、で好み決めましたか。決めました。いきますよ、はい、せーの、はい。やっぱりそうなんだよな。これマジで合わせてないかな。合わせてない、全然合わせてない。俺はカメラの画面見てるし、マロは俺の方見れてないから、俺はここだけ見てるから。いやいや、リーラちゃんだよな。リーラなんだよ、リーラちゃんなんだよな。この地止めがいいんですよ。そうそう、なんだろうな、この子はなんか別にこう自分の付き合うとかじゃない、うん、見てたい子だから、うん、そうだね、そう、ってなったら、うん、いやお前分かってんな。いや俺こんなに合うと思わなかった。ここまでなんか、ここまで合うと思わなかったぞ。全部合うとは思わんわ俺は。はいはいはい、スキルリーラじゃあ次行ってみましょう。今回ね、はい、次は、はい、結構別のジャンルから出します。別の可愛さでやらないです。別の可愛さから。いいね。まず IP マスカレード。あー強い、マスカレード、これも強い、うん、強い。で、こっちも可愛いです。これ違った可愛さ、ゴーストリックの雪女、ね、はいはいはい、強い強い強い、これ違う可愛さですね。全然違う、ね、こうなった時にどうなるかという。なるほど、うん、ジャンル違いですね。ジャンル違いだけど、どっちが好みかという、考えてらっしゃる。いいよ、でも決めました、うん、決めましたか、はい、はい、じゃあ行きま、待ってね、はい、行、はいはい、きます、せーの、はい、あ、あー、これはすごい、分かれたか、ここで分かれたか、なるほど。マスカレード可愛いんだけどな、うん、でもこっちはちっちゃくて守ってあげたい可愛さを俺は選んだ。なるほどね、まあ、こっちはなんかちょっとやんちゃ感があるんだけど、うん、なんか幼馴染に欲しい、あーなるほどな、顔をしているいたずらされたい、朝起こしに来てほしい感じで。いや、この子もういいよ、幼い子から仲良くなって無理だ、考えがはかどる。俺らには無理だこんな幼馴染、俺らには無理だ彼女にするなよ。いや、幼馴染にこういう子がいたら変わってたかもしれない、いや、そうだね、変わってたかもしれない。もうちょっとなんか明るい人生になってたかもしれないこっちはね、お化けだから常に、ねね、見守ってくれてるから、幼馴染じゃなくても後で来てくれるから。あー、なるほど、まあどっちもなんか自分の近くにはいるわ、うん、そう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 。いやでもここで分かれる、ここでね、やっと分かりましたね。なるほど、テーマ分かれちゃうとここで初めて。でもここまですごいよ、すげえな、一致率はすごいですねじゃあ次、はい、再び、まあ、似たところ、はい、はい、エンタメとユニとコンですね。あー、2セットのキャラ。もうでも初めて見た、あんまり知らない。エンタメと、なるほど、じゃ見た目で、見た目でユニとコン、はい、見た目で、なるほど、どうですかね。うーん、先生、先生決めました。先生決めましたか。はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、待ってね、はい、せーの、はい、あー、分かれるんだ、ここからは。あ、そう、やっぱ明るく元気で活発なユニちゃんでしょ。分かる、分かるけど、なんかそう、見た目は分かる、うん、見た目違う、感じは分かるんだけど、うんうん、なんだろう、どこ選んのマロは。俺はコンのどこに光るの。コンの、なんだろうな、ちょっと正直見た目、格好、あ、格好ね、第一、うん、なんかちょっとクールに見えるけど、うん、元気そうな、なるほどね、うん、ちょっと黒い印象だけど、そういう元気な一面、そう、あとなんかちょっとなんか際どいのがね、ちょっとね、自分にはちょっとダメなの、ちょっと自分だけ見せてほしいみたいな。なるほどね、際どいのがいいんだよ、際どいのエッチだからいいんだよ、際どさもなんか加減があるね、うん、なるほどね、そうそう、なるほどね、ちょっと強か、着エロね、着エロ着エロね、そういうことだよ、はいはいはい、足が綺麗、うん、なるほどね、足の良さは俺も分かる、そうね、うん、いやでもズレてきた、ズレてきた、こっからズレが発生してきました、ね、これ、うん、結構ね、懐かしいカードで、はいはいはい、でも、まあ、いっぱいあるな、はい、まだまだあります。これで多分折り返しぐらい、なるほど、はい、エレメントバルキリーと女忍者、やいレベルが高くなってきたはいはいはい、ここですよ、はい、なるほど、このね、なんですかね、これもまあ、いわばさっきの着エロみたいなもんだからね、そうだな、ここじゃ露出が高い、そうだね、エレメントバルキリーと女忍者、やい、うん、なるほど、これなかなか難問でしょ、これは、これ超高どっちもどっちの良さがある。わかりました、わかりましたか、いきますよ、はい、せーの、はい、あー、あー、もうお前は着色なんだよ、俺はもう面積が少なければ少ないほどいいからもう肌色が少ないいや、なんか忍者っていうシチュエーションってやっぱりあ、シチュエーションから取ってきたね、なるほどね、見た目だけでは測れないものがなるほどね、まあ、お色気の術を、まあでも正直僅差だったよね、僅差、
こうなかなか迷うところだと思います。そう、これはレベル高かった。俺ね、昔からエレメントバルキリーはね、大好き。あーそう、大好きだった。すごい、だって骨格すごくない？骨格すごい、あのポーズもうこっちもすごいけど、そう、どっちもエッチに誘ってるポーズということで、だからなんかもう境遇で決めて、うん、なるほど。いや、こっちも騎士だよ。まあどっちか、まあどっちにしても食っ殺してくれれば、そう、そうだね、うん、はい、俺たちはそれで満足です。そうだね。だんだん合わなくなってきたな。レベル高くなってきたな。なるほど。ちょっとね、一旦ロリに戻そう。あ、なるほど。俺たちの原点に休憩する。一旦ね、はい、小悪魔、はい、カズーラの小悪魔と、なるほど、新しくしたセラの小悪魔ですね。はい、こうなった時にどうなるかと。これはね、近いけど遠い感じ。近いけど遠いんですよね、これがね、また。いや、でも俺結構早く決まった。あ、いや、早く決まりましたか。いい、じゃあ行きますよ、はい、せーの、はい、はい、あ、もう全然だよ、お前、本当に親戚なんか、お前なんでだよ、なんでだよ、逆に何がいいんだよ。なんでか、ちょっと言ってみてくれ。なんだろう、いや、俺なんか緑の髪よりまず金髪のが好き。あ、なんで、うん、選んだ理由は、確か俺も緑髪だったからこっちが。あ、そういうことか、髪の色か。一番最初、うん、そう。いや、なんだろうな、あと、まあ、色合いですかね、全体の色合いもなんだけど、うん、なんかちょっと俺、メンヘラ感も。あ、メンヘラ感、で俺メンヘラ好きなんだよ、見た目メンヘラ、そう、見た目メンヘラの女の子好きなんだよ。見た目だけ撮るんだったらいいけど、そう、性格はちょっと考えてなかった。いや、でもなんかちょっとメンヘラ感がね、こう匂ってくる、ね、いや、でもこいつもメンヘラだよ、なんだかんだ。こういうやつに限って、あの、めんどくせえタイプなんだよ。まあ、明るい顔したメンヘラ、メンヘラだから、どっちもどっちだけど、なんかこっちかな、若干。なるほどな。小悪魔の時点でメンヘラだから、穴で絡め取ってくるからそうだな、マジで。この年で、この見た目でエッチなことしかしないんでしょ、だって。こうやって見た目で騙してくるんだからな。ハニートラップです。穴だから穴だからな、穴を使ってくるから、巧みに攻めてくる。でもどっちも際どかったな。まあちょっとね、半々ぐらいか。いや、ずれてきたな。ずれちゃったな。じゃあ次行きまーす、はい、いや、これも結構難問だと思うわ。なるほど、次難問ですよ。結構続いてるけど難問。難問です、はい、もうこっから多分全部難問かもしれないです。もう全部楽しい。行きますよ、はい、フレイヤちゃんとリンクス、荒野の女戦士。なるほど。なかなか難しいところですよ。これでもまたそうだな。いや、でも俺は決まった。もう決まった？もう俺は決まってる。はい、じゃあ行きます、はい、せーの、はい、はい、あ、もう全然ダメじゃん、お前。ダメになってるよ。ダメだって。いや、でも俺これほんまに僅差、ここは。まあね、マジで僅差、まあね、いや、でも俺割と俺こっちだな、うん、あ、そうだ、強めにこっち。俺は僅差。いや、もうこっちはもう同じ高校にいてほしい。チアガールで応援してほしい。そうだよ、そうだよ。なるほどね。単純にそれ、俺単純に多分金髪が好き。あー、もうなるほどな。ミニスカ好き。こっちもミニスカだけど、そうだな、こういうブーツと合わせたのが好き。まあ見た目のよしあし、好き嫌いは強いよ、うん、どっちも好きだけど、うん、まあ、でも俺はちょっとシチュエーション込みで考えちゃう。シチュエーション込み、いや、お前ちゃんと考えてるわ。シチュエーション込みで、この一瞬でシチュエーション込みで、見て一瞬でこうしてほしいが。なるほどね、だから確かに強いな、うん、めっちゃ可愛いからこっちも。そうなんだよな、はいはい、天使だしね。天使族。なるほど、はい、おい、ずれてきたぞ。で、次はどうでしょうか。はい、行きます。はい、はい、あー、サイレントマジシャンと、はい、はい、ルインです。あー、なるほど、新しい方のルインですね。なるほど、新しい方のルインと、強い方のルイン、サイレントマジシャン。はい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 、うん、オッケーっす。もう決まった？決まった。はいね。はい。はい、いきます。せーの。はい。はい、あー、ここはサイマジなんだね。ね、ここ。そこだよね。そこが全てだよね。言いたいことわかるよ。絶対まずここは入るじゃん。うん、そう。ここがね、空いてるんですよ。そう、ここ空いてるんですよ。開ける必要ないじゃんだって。そう。でもここが空いてるというね。ね。素晴らしいですね。空いてるし、結構おっぱい大きいし。うん、そうですね。しかもピッチリという感じで。そう、あと、もうお姉さんなんすよ。お姉さん。俺めっちゃ好き、サイレントマジで。俺も好き。しかもこいつ効果が単純に強い。まあ、それは強い。うん、そもそもが強いしね。もね、まあでもね、なんかお嬢様、なんか女王様感が強いというか、うん、なるほどね、気が強すぎる人っていう感じだから、はい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 、やっぱサイレントマジシャンだな、これは、ね、これはちょっと ね、おしとやかなの、おとなしいけど強い感じだからね。これはもうすぐ決まった感じだから、はいはいはい、それ3択にしてみましょう。なるほど、3択、なるほど、1枚だけで、ね、3択なんだけど選べるのは1人だけ。はい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 、いきますよ、はい、はい、まずデスガイドちゃん、デスガイドちゃんと、みんな好きじゃん、はい、これ結構昔のカード、ライデンニャンニャン、元祖萌えカードみたいな、懐かしい、そうだな、これダークエルフという、あー、大人の色気、あー、なるほど、こうなった時に、ね、割とタイプが違う3つだと思うんですけど、そうだな、この中からどれを、一致させんのはちょっとむずいぞ、これ、これは結構ね、そうだな、どこを取るか、いや、あのね、でも正直2択なんだ、2択なんだけど、
どっちを選ぶか。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、はい、あーデスガイド、ここはデスガイドと、まあそうなるわな、うん、ちなみに俺は時点で多分ダークエルフだったんだけど、一緒なんだ、そこは完全一致なんだな。やっぱ制服込みでね、可愛いかなって、ね、そうだね、うん、なんかこう、現実感があるというか、うん、なんて言うんだろうな、うーん、でも逆に難しいかも、うん、でもダークエルフは絶対エッチ、うん、絶対エッチ、救世してもらいたい気持ちは絶対エッチ。だからな、そう、うん、ニャンニャンに関してはね、なんか、うんうん、あんまり浮かばなかった。そうだな、うん、ちょっとな、うん、ちょっと昔感が強かったな、そうだね、はな、絵柄の昔感がちょっと強かったかな、うん、まあ、デスガイドが一番だな、うん、コスチューム込みで、そうね、うん、いろんなとこ案内してもらいたいと、そうだな、いう感じですね、デスガイド誘ってもらいたいな、はい、じゃあ次、今の正答率、今の 100% はおもろいな。あと3問です。あ、ラスト4問か、ラスト4問です。はい、で、ここから4択にします。4択にします。欲張りだな。欲張り4択じゃん。俺で一致したらマジ見事なもんだよ。なるほど。まずゴーストリック、最後、さっきも出したゴーストリックの魔女です。あ、かわいいね、魔女、かわいい、かわいいですよね。かわいい、こっちもかわいいですよ。ドリアード、あー、かわいい、ね、ドリアード、なるほど。さらに、アロマージュ、ローズマリー、これもかわいい子ですよ。魔法、さらに、この子もなかなかファンがいます。ガーディアンヤトス、あー、なるほど。これもね、タイプが違った可愛さ、ね、魔法使いで攻めてきたか。これはね、なかなか難しいところですよ。これなかなか難しいところですよ。お前、これ2択でいいじゃん。そう、これ1択、これ最後に1つを選ばなきゃいけない。浮気はダメなんですよ、馬丸さん。そうだな、そうだな、制裁は1人って決めないと。そうだな、いけないんですよ。いやむずいっすよ、これ。むずいっすよ、これ。むずいですよ、これ。むずいっすよ。それぞれの良さがありますからね、この子たち。違うジャンルの良さがありますから、一つずつちゃんとここがいいって語りたいぐらい、語りたいぐらいのポテンシャルだけど、決めなきゃいけない。そうです。いや、でも分かった、決まった、 OK かな、はい、いきます、はい、せーの、はい、あ、ドリアードドリアード来た、あったじゃんか、ドリアード、ドリアードだよな、ドリアードだよな。金髪はまあ多分入ってるでしょ、うんうん、金髪は入ってるけど、やっぱなんか、うん、すごい優しそう、そう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 、なんか家でずっと家を守ってくれる感じ。そうそうそう、なんか はかない、ね、はかないね、はかないがいいんだよ ね、うん、ね、なんかこう、なんて言うんだろうな、なんか怪我されない美しさみたいな、そうそうそう、汚れを知らない美しさみたいなを汚したい、ね、うん、それまた話変わってきますよ、ね。いやでもある、うん、その儚さが一番強かった。儚さいいよね、うん、もう可愛いんだけど、可愛いんだけど。2番目は2番目、2番目せーのする、あー、オッケー、2番目せーのしようか、オッケー、はい、2番目いきます、せーの、はい、あー、そっち行くんだ、なるほどな、なるほどね。まあ2択だったっちゃ、うん、2択だった。で、俺3番目エアトス、あ、そう、うん、あ、一番下、一番下、この子は、まあ、そう、俺エアトスのが好きだな、あ、俺3番目こっちだった、うん、はい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 、なるほどな、でもドリアード一致した、うん、可愛いからな、可愛いよ、みんな可愛いんだよ、そんな選ぶなんて贅沢できない。そう、じゃ次も4択です。これテーマ揃えました、はい、4択目は4択多いよ、すげえ、4択目、はい、戦闘機でね、あー、出た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 、カガリ、レイ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 、あー、しずく、はい、ロゼない、はい、ここら辺はもうなんか露骨だよ。ずるいよ、ここら辺は。このどれが好きかというところで、ずるいなこれは。これちょっと悩みどころですよ、これかなり悩みどころだと思います。いやでもまあ、でも決まりました、決めた、はい、決めました、はい、いきます、はい、じゃあせーの、はい、おっ、かがりなんだ、おお、よかったわ、マジかよ、かがりなんだ、いや、かがりだよ、うん、俺結構強気な見た目好きなんだよ、ね、そう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 、うん、かがりは強気な、そう、うん、見た目だけで言ったらそうなんだけど、うん、戦うテーマでやっぱ強気ってかっこいい、うん、かっこいいね、次に言うんだよ、うん、炎でかっこいいし、そう、かがりは、そう、かがりだなーと、まあ見た目もそうだな、うん、そう、見た目もわかる、うん、かがりで、ちょっと2番目決めよう、2番目、オッケー、2番目もね、際どいな、際どいね、これね、際どいな、まあでも決めた、はい、いきます、せーの、はい、はい、あー、俺ロゼいっちゃうんだよね、なんかそんな気した、ロゼコスチュームがやっぱ好き、なるほど、うん、なんか軍隊感あるかな、そう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 、レイも可愛いからな、わかるぜ、ね、なんか突如
異世界に転生して戦うことになった少女感が、うん、なるほどね、戸惑いながらも戦うんやろうなが っていう、そこまで想像したわけね。なるほどな、設定なんだよ、大事なのは深いな。俺次はレイだね、俺次レイ雫。ああ、なるほどね、3、4だったな。なるほどね、最初と最後だけ一緒だった。なるほどな。じゃあラスト、ラスト2問、オーケー、ラスト2問です。やっぱこのテーマはなしではちょっと語れないということで。なるほど、行きましょう。まだ何度か残ってる、はい、最後こちら、最後から2番目。ウィーン、出た出た出た、エリア。いや、いいっすね、いいな。ちょっとアウスだけでかいんだけど、アウス。はいはいはい。あー、これね、結構ね、リアルで自分で悩んだことある。わかる。これね、なかなか難しいんだよ。あのね、時期によって好きな子が変わったりするんですよ、これ。ちなみに、そうなんだよ、なんかもうその時によって、うん、みんな可愛いがしょっちゅう変わるジャンルだと思う。この子、ここはね、難しいところですよ。どうですか。決めた、決めましたか。決めました、はい、決めましたか、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、はい、あー、まあそうだ、わかる、わかるよ、惜しいよ、わかるよ、俺2番目エリアなんだよ、俺2番目、あー、そうだよな。惜しい、わかるよ、惜しいんだよ、すごいわかるよ、まあ、なんか系統は似てるじゃん、すごいわかるよ、感じは似てるじゃん。そう、俺もこことここ行ったり来てたりして、そうなんだよ、ヒータも好きだった、ヒータもで、俺メガネ属性ないから俺は合うさ、あんまり俺もメガネ属性ない。なるほどね。なんかちょっとなんか僕っ子感が、うん、僕っ子感あるね、僕っ子感も別にそんなにあれだからなっていう、うん、いや、こことここで本当僅差だったんだけど、ちょっとガガギゴポイント入れた。ガガギゴポイントね。ガガギゴの分でちょっとポイント入った感じかもしれない。ガガギゴね、1850ぐらい軽くありますからね。そうだな。50ポイント分ぐらい入ったかもしれない。いや、わかるわ。すげえわかる。なるほど、これは何もこれはわかるね。はいはい。はい、じゃあラストいきましょう。はい。まあ、でも服装で言うとヒータが。ヒータもね、めちゃくちゃ好き。あのおへそは一番好き。じゃあ、最後です。はい。苦しいわこれ、苦しいよこれ。治療の神ディアンケと持ってきたじゃん VS、うん、これドラゴンメイドフランベ、うわ、こうなったらどうか。あ、そういうこと、うん、まあでも実はもう一問あります。おお、なるほど。実はもう一問ありますディアンケと、これどうやるフランベ、幸運の選択肢を取らなきゃいけなくなった時にどうなるかという。ドラゴンメイド設定中の、ドラゴンメイドは、うん、変身前は考えないでください。そういうことだよな。変身前は考えないでください。そうなるよね。そうです、そうです。設定中の俺はそこをちょっと、うん、まあでもドラゴンメイドなんで、もしかしたらこの姿でおもてなししてくれることはあるかもしれないけど、設定は OK。 でもディアンケの治療の神ですから。治療の神で、あの GX の隼人君があのお母さんみたいで好きなんだなって言ってたカードなんで、使ってたしな。あと爆乳ということでね。爆乳すぎて、あの英語版ではあの規制入ってますから、規制入ってますからね、そこ、うん、だいぶ垂れ下がってるんだけどな。いや、いいや、どうなるか決めましたか。はい、はい、いきますよ、せーの、はい。お前どうしようもねえな。どうしようもねえな。ドラゴンが聖域とか。いや、お前はケモナーだからわかる、うん、俺は、うん、俺別にケモナーじゃないけど、うん、動物は好きだから、うん、動物好きだから、めでる的に。ディアンケートはダメだったんですか。めでられないじゃん。めでも。じゃあそんなウマバルさんに、はい、じゃあこれ本当のラスト問題です、はい。まあ、フランベちょっとね、まあ、気持ち可愛かったからね。まあまあ、まあ、オーラが竜の中では結構可愛い方だったから、ね、なるほどね。でこれマジ究極の選択です。こっち残るの。そうです、ディアンケと VS。 これ正真正銘最後です。残すんだ。ディアンケと VS、はい、クロノス・ディ・メディチ先生です。なんで女の子、なんで女の子じゃないのね。最後にやる、選ぶのね。こうなった場合はどうなるのね。ドロップアウトしていいの。ドロップアウトボーイしないで。ドロップアウトボーイになりたいんですけど、許さないのね。落第して。こうなった場合どっち選ぶかということですね。なんでだよ。いやー、まもるさんどうですか。ちょっと待って、お前はもう決まってんの。いや、迷ってる、マジで決まらん。決まらないな。いやー、でも決めた。決めた。いや、決めました。決めましたか。かしこまりました。はい。じゃあ、はい、最後の最後、意見は合うのか合わないのか、はい、行きましょう。せーの、はい、クロノス先生。最高なのー、最高な、やっぱ先生なのー、先生やっぱりな。
いや、やっぱいい人ですからね。最初は悪い感じの人なんですけど、クズから始まってるからいい、うん、そのね、10代に対してお前ダメだってずっと罵倒してるけど、うん、人間味が一番あるじゃない。最後はめちゃくちゃいい先生になる、みんな大好きということで、ビアンケと選ばれなかった。はい、というわけでね、今回の親戚ドラマ性癖一致する説、性癖に入れてるのか、性癖一致する説もう最後は一致したので俺は一致するということで、はい、大成功です。検証最後はありがとうございました。はい、言うとタイツもいいよな。そうだな、やっぱエッチだよな。なんでタイツなんだろうな。このフリルもピンクのフリルも可愛いんだ。これピンクのフリップリのフリル、おかっぱみたいな、これ金髪だしな。俺好きな金髪だし。そうだよ、可愛いんだよな。金髪でタイツだから可愛い要素しかないから、ポニーテイにしてるからな。そうだよ、可愛いんですよこれ。実は一番可愛いさ、一番可愛いです。はい、みんなも愛してください。みんな性癖開拓しよう。ご視聴ありがとうなのーねー。Yeah.